最初はこの曲、サウンドウェイシーのナンバーで、フライトオブザフーガーズです。途中に何回か休憩を挟む、んですけども、どうぞお楽しみください。早速ですが、次の曲に、参る前に、我々は、東京電機大学高層ジャズオーケストラは東京都北千住にあります、足立区の北千住駅ですね。そのすぐ近くにある東京電機大学の、東京千住キャンパスに通う理系の大学生1、2、3年生で構成しているビッグバンドジャズを演奏するサークルでございます。今我々ステージ上に立っているのは、2、3年生で構成するレギュラーバンドとなっております。この後はジュニアバンドなどの演奏もございますので、そちらもぜひお楽しみください。さて早速ですが、次の曲に参りましょう。続いての曲はカウントベイシーのナンバーで、これです。ウォークドントランという曲をお受けさせていただきます。先ほどとはちょっと変わって大人な雰囲気のジャズをお届けしたいと思います。それではどうぞお楽しみください。ウォークドントランです。
ありがとうございました。カウントベーシーのナンバーでウォークドントランをお送りさせていただきました。ソリストは私、テナサックス、小川雅弘です。そしてオンピオの勝山アジさて、我々レギュラーバンドですね、前代一つ前の代から、代替わりして再結成したのが1月から、2018年の1月から2018年の12月まで、ここまで、およそ1年間活動を、してきました、ジャズというのはですね、まあ、皆さんもお分かりの通りあまり日本人にとっては馴染みのない、音楽となっております。他の吹奏楽やクラシックとは違って、我々も、生徒同士で手探りで音源を聞いたり楽譜を読み込んだりして、日々練習に励んでまいりました。ただですね、まあ、すごくジャズってとても奥が深い世界でですね、すごい、まあ、奥が深くて難しくて大変なんですけれども、まあ、たまにはね、そのアニメなんかを見たりして息抜きを取ったりして、アニメそう、アニメといえばアニソンですね。続いてお送りします曲はアニソンなんですがジャズという曲になります。続いてお送りします曲は2007年夏頃放送していた、テレビアニメバッカードのオープニングテーマでガンズ&ローズという曲をお送りさせていただきます。ロック調、そしてジャズのエッセンスが盛り込まれたとても素敵なかっこいい曲となっております。どうぞ皆様、お楽しみください。ガンズ&ローズ。
お送りしました。フリストをご紹介します。オンバイトサックス藤野。オンアルサックスサメ。オンテナサックスアキラ。以上3名のサイズでお送りさせていただきました。さて皆様ここまでお聞きいただいて、我々がどういう音楽をやっているのかなんとなくお分かりになられたでしょうか。そう、我々は楽しい音楽を目指してやっております。皆さんはね、こうぜひこういい曲だな、ノリがいいなと思ったら、ぜひこうやって体を揺らしたり、手拍子を、やっていただいても全然構いません。どうぞお気楽に、楽しい気持ちで、楽しみとしたいと思います。そうなんですが、残念ながら次の曲がファーストステージ最後の曲となってしまいました。ですがこの後も、我々リサイタルどんどん続いていきますので、皆さんどうぞ引き続きお楽しみください。ちなみにこの後は、1、2年生で構成するジュニアバンドの演奏、そしてその後は、4年生でなどで構成する F 年バンドの演奏、そして最後にまたレギュラーバンドの演奏という順になっております。ぜひお楽しみください。あ、ちなみになんですが、皆様 Twitter やっていらっしゃいますでしょうか。なんと現在このリサイタルの様子を Twitter で全世界に向けて生配信中でございます。ありがとうございます。これはですね、他のバンドの方はあんまりやっていらっしゃらないようなんですよ。東京電気大学の、まあ、オリジナルといいますか、元祖といいますか、今まさに全世界、日本だけではなく世界中の国の人々がもしかしたらこの演奏の様子を見かけていらっしゃるかもしれない、そんな状況となっております。ツイッターの方で東京電気大学ゴーストジャズオーケストラと検索していただけたら、そのツイートがあると思います。ぜひツイッターご利用中の方はリツイート、いいねお願いします。さて最後の曲に参りましょう。最後の曲は皆様も知っているかもしれないあの曲で終わらせていただきます。ディズニーピクサー映画モンスターズインクのオープニングテーマで、最後締めさせていただきたいと思います。最後の曲なので先にソリストをご紹介します。まずは私オンソプラノサックスマグンです。そしてオントロンボーンユカシ、そしてオンピアノフォルテアキちゃん、そして我々サクセソリの皆様です。それでは参りましょう。モンスターズインク。Thank you.
レギュラー番組でした。